はい、おはようございます。高知熱帯魚サービスの久武です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今朝ね、ここで画像の加工してたんですよ。昨日撮ったマハチャイベタのオスとメス10匹ずつで、それを加工しとったら電話かかってきてね、あ、早いなぁ思ったら、近所のあの市場でお世話になってる、まあサニーさんっていう美容室の先生が、いざやな、またでき中でいうことでね、何ができてるんでしょうかってわかんないですよね。皆さんのお宅にお送りしているあの新聞スチロール箱の中にこう新聞紙を入れて送ってるんです。あれをねずっとこう折ってくれてるんですよ。本当にありがたい話で、発送の時足らんかった、バタバタでね、おでんテープの上濡れてるじゃないですか。もう本当以前本当大変だったんですけど、今もう本当にね、店で直子ちゃんも僕も折ることなくなったですからね、ありがたい話なんですけど、もうなんかテレビ見ながらお茶飲みながら夜鍋にこう折ってくれてるらしいんですよ。本当に近所のお方なんですけど、ありがたい話です。はい。昨夜からのコメントをたくさん、昨夜は一緒にね、動画鑑賞させていただいて、いっぱいいっぱい見に来てくれてありがとうございました。プレミアム放送。はい。コメントいただいてますよ。ゆうままさん間に合わんかったんやね。また次回ぜひお願いしますよ。土曜日にやるんですかって、コメントいただきました。土曜日がいいのかな？僕は日曜日でも平日でもいいんですよ。はい。365日、頑張りますから。はい。ベタの水槽におすすめな苔対策の生態は何でしょうかっていうことで、ご質問いただきました。ありがとうございます。まあ、ゆうままさんは、あれだよね、貝があんまり好きくないみたいなんで、石巻貝なんか入れとくとよく食べますけどね。ただ、石巻貝ね、落ちちゃうと、こう、引っかかるとこがないと、容器内で、そのまま死んじゃうことが、まあまああるんで、まあ、団子にね、こう、自分がほら、なんかに吸い付いて起きれるような、とこだとか、だったら全然問題ないんですけど、一匹だけで単独で、その砂もないとこに落ちちゃうと、ひっくり返ったままで全然、よう起きれないやつがいますからね。あとはね、タイでは あれ、何かな、タニシですよね。カラータニシって、もともとはでも日本から持ってたらしいですよ。聞くところによると。はい。まあ僕はね、買ってないんですけど、まあ南沼エビとかね、レッドチェリーとか、あそこら辺りは絶対ベタが喜んじゃうんですよ。はい。まあ大和沼エビだと、まあ口に入んないかなっていうのは思いますけど、それでもベタと一緒に入れるやつ大きいサイズの方がいいですね。ミディアムサイズ以上の。石巻貝の方が、石巻貝じゃねえ、大和沼エビの方がいいんじゃないかなと思います。1匹108円かな。5匹以上で 10% 引きって表示に変えられてね、今まで486円で5匹で販売してたんですけど、セット売りでね、店長が5匹以上は 10% 引きっていう表示に全部変えちゃって、レジの打ち方がわからん言うたら一緒やと。まあ、正気おさんかったらそのまま単独でそいつだけ 10% 引きできるみたいなんですけど。まあ、直子ちゃんも、これどうやったらいいんですかねとか言って、ちゃんと周知させてくださいよ。はい。藤井さんもコメントいただいてますね。藤井さん、ゆうべありがとうございました。藤井さんのコメントにハマっちゃってますっていう方が、俺ね、藤井さんとね、誰が被るんかな、ああ、そうか、ブログでね、タイで、ピッサヌローグっていうところで、タイ在住の方のブログがあるんですけど、なんか藤井さんの生活がこんなんかなって思って、すっげえかぶっちゃうんですけどね。まあ、お年がね、わかんないですね、藤井さんはね。
僕は最初名前がね、あの立派なお名前なんで、まあ、あの公務員を退職されてもう悠々自適なのかなと勝手に想像しちゃいました。年の頃なら61に、間違ってたらごめんなさいって。でも最近ちょっと変わってきてますよ。なんか夜勤も3交代があるみたいで、お仕事されてるみたいでね。でも水槽を自作してとか言ったらある程度の年代の方かなって勝手に思っちゃってますよ。僕はあのリアルで話したことないですからね。本当によく藤井さん魚買いすぎですよ。まあ本当にね、もう完全にね、こんだけ買うんだったら部屋をエアコンにしたらいいですよ。24時間エアコンつけっぱ、はい。多分電気代もそっちの方が安いと僕は思いますよ。ねえ、ちょっとあのちょっと大きめのエアコンつけて、あとね扇風機で上のあったかい風下に落とすんですよ。どうしてもあの床に置いたりするとそこが温度が上がらないんで、僕もエアコンマックスで、24時間か、まだ24時間ではないですね、昼間はちょっとあったかいんで止めたりもしてますし、昨日はあの窓というかね、入り口のドアも開けっぱにしてましたけど、まあだんだんこれから寒くなってきたらもう24時間エアコンつけっぱですね、はい。で扇風機をね、冬場でもあの天井の方に風を当ててるとあったかい風が下降りますから、下の方のベタちゃんも大丈夫なんですよ、はい。ラムパッドさん、いつも楽しく拝見してます。質問なのですが、ジャイアントを30キューブで混影させることは可能だと思われますか。ジャイアンの混影か、あーねえ、面白い。今回はね、メス結構入ってますけど、やってみましょうか。30のキューブとサザンガ9の3区20、27リッター ?27 リットルぐらいやっぱりありますから、そりゃいけますよ。はい。で、全然問題ない。ただね、ジャイアントは、その気になったら、その気になったらですよ。ジャンプエレーしますから、プラガット系の魚なんでね、まあ水位は10センチぐらい落としとったらいいのかな。だからサザンが9の10センチ、9リッターか27リッターから9引いたら、まあまあ19リットルぐらい、そりゃいけますよ、はい。10匹ぐらい入っても問題ないようには思うんですけどね。まあ、水草とかで隠れ家を作っておいてあげるといいと思います。もともとウアンさんのところではね、たたき池2メートル ×2 メートルのたたき池で、混影してましたんで、でうち入る時ももう今回は数が多かったんで一匹一匹の梱包にせずに、でかい熱帯魚を皆さんが買って帰るようにね、梱包して、帰りましたんで全然問題なかったんで、もっと協調性はあると思います。隣同士が見えるような状態で置いてありますんでね、まあ、単独では瓶に入れてあります。まだだかなりいますから、じゃあそれもやりましょう。俺やりましょうやりましょうがいっぱいありますよね。ジージーさんと約束したのもあるし、まあまあまあいっぱいいっぱいになってます、はい。細井さん、細井ゆきさんは、先日、白天病のアドバイスをいただいた恋カラーさんが、ああ、残念なことに星になっちゃったのか。治療はうまくいっていましたが、回復して戻した時に、後から入ったんで、やっぱり、よそ者扱いされちゃったんですね。3日経たないと、3日経ったらもう忘れちゃってますからね、多分、ベタさんは。うん、そんな気がします。他の子たちはちょっとひれかけになった子もいますが落ち着いてきました。落ち着くと思いますよ。でも今日動画この後につけてるんですけど、ワイルドベタ20匹オス10匹メス10匹でクラウンテールみたいになってますね。トラディショナルがね、だから水槽の条件にもよるんですよね。でタワーの33センチ以前ね、試供品持ってきてくれるっていうことで早速トラベタちゃん放り込んだんですよ。でここのやつはあんまりひれかけしてないんですね。
で1リットルの水槽に入れた方かな、ここがやったらあのひれかけしてますね。太鼓水槽のあのダイソーの100均の水槽、こっちの方はあんまり大したことないんですけど、まあまあ条件が合うとやっちゃうんですね、本当にね。まあヒレの短いあのダブルテールは全然問題ないです。多分あのハートのテールでね、綺麗なんで、あの早速今日乗せますね。うん、トラディショナルはねもうちょっと待ちましょうか。でもね、あのタワーに入れてる水槽と太鼓の水槽のやつは構わんので、あ、まあそれも一緒にアップしますね。はい、よかったらお願いします。だからあのうちとしては一匹一匹撮影しなくていいんで、あの 20% 引きで販売するようにしてます。10匹以上は 30% 引きでもいいかなと思って、ダブルテールはあの6匹セットと10匹セット2つ作ってみたんですけど、まああのどちらでも10匹セットは3割引きにしてます。5匹セットの方は1匹サービスで6匹してます。はい、またよかったらお願いします。アルセウスさん、これはよいしょ、ダンボス青の右目は白濁は治らないですね。まあ濁ってるやつですね、あのメタリック系のやつとか結構多いですよ。それから白も多いですね、あの目が完全に白になっちゃう方法がね。まあ産卵とかには全く問題がないです。ベタには多いですから、はい、あの病気ではなかったみたいなんでよかったですね。あとは何だ、あ、そうかそうか、これはね、あともう一匹、あの綿かぶり病っていうことでご質問いただいとったんですけど、他のサイトでピンセットで白い部分を取りましょうっていうことで書いてたっていうことなんですけど、まああの網ですくって、で網の上でピッてやってもいいし、まあやってもいいんだろうけど、そこがまた傷になりますからね、まあ薬浴はした方がいいと思うんですけど、これ僕今ちょっとふーっと思ったのは、あんまりないですよ。イカリムシもう綿カビみたいに見えないことはないんだけど、まああんまりないと思うんですけどね。イカリムシはね、もう薬浴するか取っちゃわないとダメですね。はい、あと、あ、アルセウスさんも濃いカラーも欲しいですっていうことで、あ、落札できなかったということでね、落札っていうことはヤフーのオークションですね。ヤフーのオークション、今なんだ、お店の出品っていう、僕今個人の名前でずっと多分20年間ぐらい使ってる ID なんですよね、エビタマワンっていう。で、これを、その、なんとかサイト、ヤフーオークションのお店としてなんか出せるらしいんですよ。で、それをやろうかなということで今店長が準備してたんで、もう始まってるのかどうかっていうのは審査があるみたいなんでね、はい、またそうなったらよろしくお願いいたします。あやまみさんはプレミアム間に合わなかった、お疲れ様でしたって、また来週楽しみにしてますということで、ぜひよろしくお願いします。僕も楽しみにしてますんで、はい、ネタがいつまで続くかですよね。まあ2ヶ月ネタ続いて、でも俺もう一回ね、プラチアップキリカーン行きたいなと思って、赤のスプレンデンスのリベンジで、でネタが一緒になっちゃうからね、場所変えんといかんのかわからんけど、過去にもうちょっと動画撮っとったらね、あの皆さんと一緒に見れるんだけど、画像ばっかなんですよ。はい、いろはさん、いろはさんは動画たくさんお疲れ様です、湯間国住みいいですねって、瓶を使う時のために参考になります、動画見てたら繁殖の話多くて繁殖したくなりますねっていうことで、まあでも経験としてね、一回チャレンジされてみるのもいいと思いますよ。飼育経験ってだん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 の積み重ね、何でもそうなんですけど、僕はあの皆さんによく言うんですね、一足飛びにここ行きたいって思ってもそれは無理よって、足滑らしてこけちゃうよと、で地固め地固め一歩一歩なんだけども、着実に登っていくと滑り落ちることもないし、
いつの間にかその経験として、皆さんの身についていくんで、ぜひ試してみてください。はい、よろしくお願いします。ん？そうか。オーダー関係は電話かメールでいいですね。これはね、まあ営業時間中でしたら、うちの店長が電話で注文を受けれます。僕が注文を受けちゃうと、飯食ったら忘れちゃうんですよ。だから触るなですから、はい。よろしくお願いいたします。質問はお受けしますんでね、いつもメールでも、メールはね、時間かかるから、質問の方は、コメント欄に書いていただいたら、こちらの方で、紹介をさせていただきます。あとね、そうなんだな。ひろこたみやさんは、ダンボって言ったんで、ダンボのショーベタは昨日出しましたよってコメントしたんですけど、どこですかって言って、メスのダンボだったんですね。あれ売り切れちゃったのかな？ 10 匹ぐらい、ダンボとか集めて乗せたんだけど、だから今日撮るようにしますね。今日なおこちゃんいるかな？僕が、撮りますね。はい。じゃあ、これはお約束で忘れんようにせんといかんね。はい。ありがとうございます。ゆきさん。ゆきさんも、楽しみにしてますって。うちのベタ、あおくん。薬欲、使用出来は良くなりましたが、食欲がなくて様子見したまま、様子見をしましたが、今日一粒食べてくれました。ああ、よかったですが、本当にね。特に人工飼料っていうのはね、慣れないと食べないんですよ。で、餌の切り替えっていうのがね、難しいですね。2、3日えぎりして、それでもこう、粒あげて、一つずつあげてると、最初は、くちゅくちゅべーですけど、だんだんに食べるようになります。餌の切り替えっていうのがね、非常に、難しいですよね。はい。中野一瀬さんは、今晩21時楽しみにしてますって。あ、俺昨日やっちゃったんですよ。見た方いらっしゃるかな？俺、わかんないですけど、プレミアムの動画をアップしたんですけど、で、時間指定もしたんですよ、9時に。あれって思って、そのチャットが出てこないでね、何かな思ったら、プレミアムっていうボタンを押し忘れると。で、そのプレミアムっていうボタンを押しちゃったら、今度は非公開に設定されてますって。で、非公開なんでかなって、公開って押しちゃったら、いきなりカウントダウンが始まりましたからね。俺焦った、本当に。あれ7時過ぎくらいだったでしょ。おいで、公開されちゃったんですよ。おぉ、1987ってね、うわ、止まらん。どうした途中で、非公開にしたんだけど、動画そのまま流れちゃって、終わっててね、もうこれは仕方ないなと思って、削除しました。で、削除して、時間があったんで、もう一回動画アップして、昨日のプレミアムだったんですよ。もう本当にすいませんね。バタバタするね。でも、手前に準備をしたから、再アップできました。そういったところですけどね。それで、そう、矢星さんもありがとうございます。藤井さんさっきまで寝てました、いうことでね。矢星さん、ありがとうございますね。俺言い訳じゃないけど、書き込む、名前をね、書き込むところで、右側にコメント出るんですよ。で、そのコメントの裏になっとって、見ずに書いたら全部間違ってましたね、文字をね。でもさ、訂正させていただきました。小ベタが C ベタになってるよと。いうことで、ありがとうございます。うまくできたらティッシュペーパーかキッチンペーパーに染み込ませていますっていうのが、アルセウスさん。あ、これ僕もやったことありますよ。煮物のアク取りよくキッチンペーパーでやりますよね。ああいうふうな形でも取れると思うんだけど、まあ、多分なんですけど、これ絶対じゃないですよ。久崎が言ってたからって、あれなんですけど、まあ、あんまりいいバクテリアではないと思うんです。悪玉菌なのか、まあ、タンパク質をね、腐敗させるした部分をきれいにしてくれてるのが逆にいい細菌なのかもわかんないですけど、いい細菌湧いてるときは、油膜ってつかないですからね。で、もう、入ったかけちゃった方が早いと思いますよ。次から出ないですから。ああ、そうか、マーカスさん。生き餌を欲しいんだ。そうか、タイで僕が生き餌言ってたから、
釣り具屋さんで何を買おうかって言われてますけど、まあエビのちっちゃいやつは食べますよ、もちろん。でもエビのちっちゃいやつ餌になんないから売ってないですよね。僕はやっぱりだから、ブラインシュリンプか、生き餌としたらね、ブラインシュリンプの冷凍か、赤虫あたりですよね、一番手軽なのはね。だから、僕もね、ふと思ったんですよ。ワイルドには冷凍の赤虫ずっと常時やってくださいとか言うて書いてるサイトもあるし、僕は今、うちで入ったやつは、なんだ、夢サラサか。あれやってるんだけど、食べますよ。食べるんだけど、冷凍の赤虫を常食として与えても、そりゃそれで問題はないのかなっていう気もしますけどね。動物食で偏るのかなって思うんですけど、赤虫自体に栄養がある、んじゃないかなと。あと向こうで見るとね、赤虫、生きた赤虫常時食べてますから、今まで赤虫、まあ赤虫だけじゃないんですよ。糸ミミズなんかも向こうでもやってたし、ミジンコね、ミジンコもやってるんだけど、どうなのか、店によって違うのかな。だから、赤虫だけやると、栄養が偏りますかってどう思いますかって、俺が皆さんに聞かないかんのだけど、ワイルドは OK なら普通のベタでも OK なように思います。どうなんでしょうか。僕は大丈夫なんじゃないかなと、ふと思いましたけど。はい。だから、店でその販売トークとしてはね、まあ実際に間違ってないのかもわからんけど、まあ人工飼料というのは配合いいですよね。バランスよくしてるんで、まあ餌として完全食に近いのかもわからんですけど、自然界ではないもんですからね。はい。まあ皆さんのご意見お願いします。だからマーカスさんは釣り具屋で買いに行くのは毎日僕もわかんないです。エビを買ってきて みじん切りにして叩いて揚げたら当然食うとは思いますけど、水も汚れやすいような気もするんだけどね。はい、ここまでかな。マーカスさん、今次の、メールを開けました。坊竹さんのは昨日紹介したかな。タイの市場の動画楽しいですね。タイ行ってみたいです。機会があったら連れてってもらいたいです。まあ機会ができたらね、ぜひ皆さんご一緒したいと思います。それでは今日は一日お店にいますんで、また質問等ありましたらコメント欄、まあ電話でもいいですからよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。
We'll be right back.